この地球の名前が永遠に残ることを記念しまして、教育の中を考えると、学校教育と社会教育があって、それでは皆様のこれからの永遠をお祈りいたします。それと今後も地球の名前が永遠に残ることを記念しまして、最後お手を拝借よー。